2010年ロステレコム杯、または2010年ロシア杯は2010年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。世界選手権シリーズである2010、2011ISU グランプリシリーズを構成した。2010年ロステレコム杯、または2010年ロシア杯は2010の2011年シーズンのロシア杯で国際スケート連盟主催2010。 2011年シーズン ISU グランプリシリーズの第5戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2010年11月19日から21日にかけてロシアモスクワのメガスポルトで行われた。大会故障はロステレコム杯とロシア杯が混在し、開催アナウンスメント及び国際スケート連盟イベントカレンダーでは、 ロステレコム杯が使用された。開催期間中の掲示及び競技結果では、ロシア杯が使用され、開催会場等においては特に大きなロゴで、ロステレコム社のスポンサー表示がなされた。2010、2011ISU グランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手につき最大2大会まで。 2010年世界フィギュアスケート選手権の成績2009から2010年シーズンベストスコアランキング2009から2010年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界フィギュアスケート選手権の成績に基づいて選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるロシアフィギュアスケート連盟に対しては今大会の 各種目定員のうち最大二人の出場枠が用意された。欠場、追加招待、開催国推薦選手は次の通り。各競技の上位成績者には、2010、2011、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メールを差し引かれるとされた。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで1組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。